コリント人への第2の手紙第5章。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。そして天から賜るその住処を上に来ようとせずに望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。それを着たなら裸のままではいないことになる。この幕屋の中にいる私たちは重荷を負って苦しみもだえている。それを縫おうと願うからではなく、その上に着ようと願うからであり、それによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためである。私たちをこのことにかなうものにしてくださったのは神である。そして神はその保証として御霊を私たちに賜ったのである。だから私たちはいつも心強い。そして肉体を宿としている間は主から離れていることをよく知っている。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。それで私たちは心強い。そしてむしろ肉体から離れて主と共に住むことが願わしいと思っている。そういうわけだから、肉体を宿としているにしても、それから離れているにしても、ただ主に喜ばれるものとなるのが心からの願いである。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからである。このように私たちは主の恐るべきことを知っているので、人々に説き進める。私たちのことは神の御前には明らかになっている。さらにあなた方の良心にも明らかになるようにと望む。私たちはあなた方に対してまたもや自己推薦をしようとするのではない。ただ私たちを誇る機会をあなた方に持たせ、心を誇るのではなく上辺だけを誇る人々に答えうるようにさせたいのである。もし私たちが気が狂っているのなら、それは神のためであり、気が確かであるのなら、それはあなた方のためである。なぜならキリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちはこう考えている。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。そして彼が全ての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためである。それだから私たちは今後誰をも肉によって知ることはすまい。かつてはキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方はすまい。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪禍の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う。神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。